パディントンは、イギリス・フランス共同制作による2014年のファミリー映画作品である。ストーリーは、マイケル・ボンドの児童文学作品、熊のパディントンを元にしている。ペルーに探検にやってきた、あるイギリス人探検家は、そこで知性のある熊の夫婦に遭遇する。探検家は熊たちと意気統合し、いつか、ロンドンを訪ねてきなさいと約束を交わして帰国する。40年後、 クマの夫婦は年を取り、ロンドンへ行くことは叶わなかったが、彼らの老いは夫婦から話を聞き、ロンドンへの憧れを抱いていた。ある日、彼らの住む土地に大地震が発生し、叔父パストゥーゾが死んでしまう。オバルーシーは、ロークマホームへの入居を決め、老いクマは彼女に勧められ、新しい家を求めて探検家のいるロンドンに向かう。しかし、 ロンドンに着いたクマは誰からも相手にされず夜のパディントン駅で途方に暮れてしまう。そこに旅行から帰ってきたブラウン一家が通りかかり、母親であるメアリーは一人ぼっちのクマに声をかける。彼女はクマに駅の名前を取ってパディントンと名付け家に招待し、彼が自分の住みかを見つけられるまで家に住まわせてあげることにした。しかし、 都会の暮らしに慣れていないパディントンは早速騒動を引き起こしてしまい、一家の主ヘンリーから煙たがられてしまう。パディントンは探検家の行方を探すために、メアリーの協力で骨董品店を営むサミュエルのもとを訪れる。その途中、パディントンは店を出ていく客が財布を落としたのを目撃し、財布を渡そうと客を追いかける。パディントンは、 街中で騒ぎを起こしながらも客に追いつくが、なんと客の正体はスリの常習犯だったため、その場で警察に逮捕される。彼は一躍街のヒーローとなり、ブラウン一家の娘、ジュディア息子ジョナサンからも慕われるようになる。同じ頃、パディントンの噂を聞いた自然史博物館のミリセントは、彼を白製にしようと行方を探し始める。 サミュエルの協力で探検家が地理学者協会の一員だと知らされたパディントンはヘンリーと共に協会を訪れるがペルーを探検した協会員は存在しないと返答される二人は協会に忍び込み資料を探し探検家の情報を見つけ出すパディントンは記録映像を見て探検家の名前がモンゴメリークライドだと知るその頃 ブラウン一家の隣人カリーからパディントンのことを聞き出したミリセントは彼を利用してパディントンを監視させる。彼女は一家のルスを狙いパディントンを誘拐しようとするが失敗し撤退する。パディントンは連れ去られそうになったことをブラウン一家に話すが信じてもらえず厄介者扱いされてしまう。ショックを受けたパディントンは家を飛び出し一人でクライドを探し始める。 パディントンは名前を頼りに、クライドを探し回り、ついに彼の家を発見する。ところが出てきたのは、なんと彼の娘であるミリセントであった。パディントンは彼女に捕まってしまい、自然史博物館へと連れて行かれる。その現場を目撃したカリーは、ヘンリーに連絡し、事実を知ったブラウン一家は、パディントンを助けるために、自然史博物館に向かう。 博物館に到着したミリセントは、父がクマを捕獲して白星にすることを拒んだために、地理学者協会を追放され、そのために巻き添えになった自分は、極貧生活を強いられたと語り、パディントンを白星にしようとする。しかし毎発ヘンリーに助けられたパディントンは屋上に逃げて、ブラウン一家と合流するが、ミリセントに追いつかれてしまう。彼はハトを利用して、ミリセントを撃退し、 和解したブラウン一家の下で再び暮らし始める。2007年9月にプロデューサーのデビット・ハイマンはパディントンの実写映画化を発表した。当初は制作をワーナーブラザース、脚本はミスター・ビーン・カンヌで大迷惑のヘイミッシュ・マッコールが担当するとされていたが、後にフランスの映画制作会社スタジオカナルトにより制作されることが発表された。 撮影は2013年9月に開始され、ヒューボネビル、サリー・ホーキンスを含む主演俳優陣が発表された。この時、パディントンの声優は、当初コリン・ファースが務める予定であったが、2014年6月17日に、交番が発表され、最終的に、ベン・ウィショーが務めることになった。また、映画では、原作者であるマイケル・ボイドが、新紙役で亀を出演している。 劇中でパディントンが登場するシーンでは CG とアニマトロニクスによってパディントンが作られている。制作を務めたデビッド・ハイマンはハリー・ポッターシリーズを手掛けたことでも知られている。今作にもシリーズの俳優が何人か起用されている。ミリセントを演じたニコール・キットマンは熊のパディントンの大ファンであった。キットマンが演じたのは悪役であったがオファーをいただいて とても感激しました。自分の大好きな作品に関われて、とてもハッピーですと語った。キットマン自身が、脚本や衣装のアイデアを出すなど、演技だけではなく様々な面から映画を支えた。日本公開にあたっては、AI のハピネスがイメージソングとして起用され、予告編などに採用された。2014年11月28日に、イギリスで公開された本作は、 公開初週末に800万ドルを稼ぎ出し、2週連続でトップとなった。本国ではファミリー向けの映画作品としてはレゴムービーに次ぐ興業成績である。また、フランスでも週終わりの同年12月9日に興業収入でトップを記録した。アメリカでは2015年1月16日に公開され、初週末で1920万ドルを稼ぎ出し、 週末興行収入ランキングで3位となった。映画批評集積サイトロッテントマトズには119件のレビューが寄せられ、支持率は98%と本作に肯定的な評価を下している。同サイトでは批評家の意見の要約として、パディントンの本質的な魅力を犠牲にすることなく、たまらなく可愛いらしいファミリー向けの冒険物語を描いていると述べている。また、 メトクリティックでも、好意的なレビューが38件も寄せられており、過重平均値は77、100となっている。なお、アメリカの映画市場調査会社シネマスコアによると、A から F までの評価グレードのうち、本作に与えられた評価は A となっている。AB、パディントン、ボックスオフィスモジョ、2015年10月21日、閲覧。 キネマ旬報2017年3月下旬 5P43 松坂通りがパディントンで初の洋画吹き替えに挑戦。くまってどんな声映画ナトリー2015年10月7日閲覧。ABCD パディントン吹き替え版で木村吉野が悪女にブラウン一家には古田新太や三の平夏目ら。映画ナトリー2015年11月17日閲覧。 W.B. ベアーズダウン w n o パディントンフィルム。バラエティ2015年10月10日閲覧。ハリー・ポッター・プロデューサーデビッド・ヘイマン・ツー・アナプトパディントン・ベアー。The Halliwood r e p 2015年10月10日閲覧。A.B. パディントン・スターツ・プリンシパル・フォトグラフィーフルキャスト・アナウンスド。COMINGSON.net 2015年10月10日閲覧。 コリンファースリービングアズボイスオブパディントンムービーエンターテイメントウィークリー2015年10月10日閲覧ベアーネセシティベンウィショー2ボイス CG パディントンデッドライン2015年10月10日閲覧パディントンゴーズ2ハリウッドアズヒズビーラブドベアーゲッツザブロックバスタートリートメントクリエイターマイケル・ボンドリビールズヒズオフリービッグアドベンチャー デイリー、メールオンライン、2015年10月10日閲覧。パディントン真のクマに、ハプニング続出。イメージソングは、AI の名曲に決定。シネマトゥデイ、2015年11月11日閲覧。コリンファースイズ・パディントン・ベアー。エンパイアー、2015年10月21日閲覧。オールアボード・ザ・パディントン・エクスプレス・ツー・ユーケー・ボックス、オフィス,ス・プレーマシー。 ガーディアン、2015年10月21日閲覧。バキソフィスフランス -03-09 デサンブル2014。JP、S ボックスオフィス、2015年10月21日閲覧。パディントンホットタブタイムマシンに、プッシュトツーアーリー2015。エンターテイメントウィークリー、2015年10月21日閲覧。 ウィークエンドボックスオフィスリザルツ4ジャニュアリー16から182015ボックスオフィスモジョ2015年10月21日閲覧パディントンロッテントマトズ2015年10月21日閲覧パディントンレビューズメトクリティック2015年10月21日閲覧シネマスコープシネマスコープ,コープ2015年10月21日閲覧 ありがとうございます。